回プレゼンツ、こちらクイズノック放送部。イエーイ、3回目。はい、モデルで YouTuber のネオです。お願いします。お願いします。クイズノックの伊沢拓司です。同じくクイズノックの山本です。よろしくお願いしま す。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部と連動したクイズ動画となっております。ラジオ本編でもご紹介した問題に続いて素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、最後まで聞いてぜひチャレンジしてみてください。では早速始めましょう。おっしゃ、はい、やっていきましょう。今回はクイズノックの公式 YouTube でもやった草押しクイズという問題やろうと思います。草冠の草に押すが見て草押しクイズですね。それだけ言われても何が何だろう、何だろう、何だろう、うん、というところですけども、はい、山本さんご説明お願いします。はい、草押しクイズとはですね、うん、はい、問題文になんと落書きをされてしまいました。ひどい、ね、あ、ひどい、クイズになっております、うん、まだわかんないまだわかんない分かってなっておりますじゃない全然わかんないまだわかんない、もう一個欲しいですね、うん、ね、落書きされちゃっているので頭の中で元の問題文に直して戻して答えてくださいという問題なんですが、うん、早押しクイズという言葉に、うん、落書きするとね、草冠につけると草押しになると。なるほど、なるほど。あ、理解しました。なんだよね。はい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 。なんとなく分かったところで、うん、早速例題を出していきましょうか。はい。津軽市場があるのは三十阿方ですが、うん、巨大津軽市場があるのは何阿方？あー、ひどい。あー、ひどい。何？これ意味わかんないでしょ。はい。これは落書きしたのをわざわざちゃんとゴシック体に直してるからわけわかんなくなってるんだよね。あ、それをもっと直してるってことですか。そうそう、だからこれはあの落書きをした後のやつをバカ正直に全部印刷した状態になってる、うん、よりわかりづらくなっちゃってるっていうのね。完全に停止してる一瞬間があったじゃん。ネオちゃんの時が止まったんだけど、難しくないですか。これはね、これ簡単な方ですか。でもこれは、うん、簡単な方。簡単な方、うん、なんと。お、俺もこれが簡単な方だと思ってる自分がおかしいなって思ってレベルが違います、うん、そうね。ヒントとしてはだから、うん、余計なものがいっぱいあるから、うんうん、なんかまびいていく意識みたいなね、大事ですよね、うん、はいはいはい。例題の正解は滋賀県でした。はーい、はい、ちょっと待ってちょっとはいじゃないですよ、はいじゃないです。元の問題文は津市があるのは三重県ですが、うん、大津市があるのは何県ということで、はい、答えは滋賀県という問題でしたね。まずさ、うん、すごい難しい知識を使ってて、県っていう漢字は訓読みであがたって読むんだよね。へー、授業が頭が良すぎて退屈だったんだろこいつは。きっとそう。まだ分かったような分かんないようなでしょ。なんか程よくふわふわしてます、うんうん、ふわふわしてるでしょじゃあふわふわしてるうちにいっちゃいましょうか、はいはい、続いてはプレゼントがあったら問題ですから気合を入れてまいりましょう。問題、ブリバシリといえば何月を目指す言葉この番組ブリ好きだね前回も2回目出ましたね。あらら、魚にメンターという感じをブリ起こしてうん、考えればなんとかなるかもしれない。言われてもええなのも分かってはいる、分かってはいる。さあ皆さん、クイズの答えは分かりましたか。分かるかなこのクイズの答えが分かった方は抽選でプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムからご応募ください。スカイの公式インスタグラムの URL は概要欄に書いてありますので、そちらから飛んでみてください。以上、スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部でした。またね、難問揃いだ。Ha ha ha!